はい、ハギさんです。今日もね、ぶらりと旅に来ました。どこに来たかというとですね、また袋田の滝に来ましたね。滝がね、凍るっていうのでね、見たいなと思いまして、昨年はね、秩父の方の氷を見に行ったんですけど、今回はね、滝の全面のと、全面ではないかなとは思うんですけどね、ちょっと凍る姿とね、あとライトアップの姿も見たいなと思って、ふらりとやってきた次第でございます。ね、今日日曜日なんですけど、その午前中はね、畑とか家の庭の手入れをして、その後からフラッと来たような感じなんですけど、まあまあ寒いですわ実際問題なんですけどね、まあちょっといろいろとゆっくり見ていこうかなと思います。では、はい、じゃあね、ライトアップがね5時過ぎだっていうので、先にねご飯でも食べちゃおうかなと思います。駐車料金500円払ったんですけど、なんかお食事をね1500円分やると500円まあいきますよなんていうようなのがあったんで、ね、鮎の塩焼きとうどんと甘酒をいただこうかなと思います。じゃあね、ゆっくりが出てくるみたいなので、しばらく待ってみたいなと思います。そう、それとですね、この来た理由としては、この第5ライトっていうトンネルの中でのねライトアップと、袋の滝が凍ってるっていうのは、これがねちょっと見たかったんですよね。入場料300円、滝の入場料とまた別なんでしょうかね、ちょっとわからないですけど。で、5時過ぎぐらいになったらライトアップが日没から1月なので19時までやってるような、そんな塩梅でございます。今はね3時半ぐらいなんでね、まだね中途半端な時間なので、だってちょっとお食事を先に食べてやればちょうどいい時間になるのかななんて思っております。じゃあ甘酒と月にそばか、うどんって言ったと思ったけど、まあいいや、ね、食べましょうかね。じゃあいただきます。じゃあね、七味をね入れてね、ぜひ萩さんね、甘酒にハマっているんですよね。だからほぼほぼね、噛んでもね飲んでるんですよ、甘酒を。ちょっといただきます。あ、いいですね、卵と、ね、おそば。もちで美味しいね。あゆも来ましたよ、これもいただきましょうね、美味しそうだ。じゃああゆさんをいただきましょうか。うまく骨が取れるかなって感じですけど、そのかぶりついちゃってもいい感じですよね、もうここまで来るとね。だから15分ぐらい待ってくださいなんて言われたけど、全然軽く早かった感じがします。いただきます。うまっ、おいしい。じゃあ最後甘酒で締めたいと思います。やっぱりね、飲む点滴ですよ、美味しいな。じゃあね、もう夜ご飯というかあれを食べましたね。お蕎麦と鮎と甘酒、最高ですね。じゃあこれから滝の方にぶらりと行きますか。なんかね、この前来たばっか、紅葉の時に来た感じがすごいするんですけど、いやー今日は天気がいいし、風がそんなに出てないんでね。だけどやっぱり川が少し凍ってたりとかってしますので、ひんやりとしてるのは変わらないのかなと思いますね。じゃあこの門前町というか参道というか、それをともともと歩みを進めていきましょうか。萩さんがねさっき食べたところ、ここですね、駐車場のところですね。まあ市営の駐車場ではないんですけど、500円で入れたんでね。あ、やっぱりね、一回来た時にもう一回来るっていうのは、それいいですね。時期が違っても全然見方が違いますね、自分自身の中の見え方というか感じ方。あの時は紅葉がちょっと終わりかけの時にちょっとここにフラッと来たような、そんな感じでしたからね。
いやいやいや、そう、何かをね、ネットか何かで見たんですよ、あの凍ってるみたいな。それ見て、ああちょっと行きたいななんて、あの初めて来た時にね、その迫力に素晴らしいっていうのすごい感動しましてですね、うん、ね、あそこの時に書いてありましたけどね、もう四季折々の、あの景色があるっていう、そんなようなこと言ってましたから。白滝不明堂、前ここ行かなかったからな、お参りしますか今回は。滝不動だって。じゃあちょっとトイレ行ってから受付しましょうか。入場料はね300円なんですけど、 JAF カードやると50円引きになります。カードとかもね全然いけますよ。これですね、行きますか。これがそうだね、春。はい、じゃあ滝のとこに来たけど、あれ凍ってねえな上の方は凍ってる感じかな、こんな感じです。いやー、3割か4割凍ってるって書いてあったけど、上の方ですね、まだキンキンに冷えてないから凍ってないんでしょうね。これは誤算やっぱりあのもうちょっと調べた方が良かったかもしれないですね。確かに3割ぐらいは凍ってる感じがしますね。なるほどなるほど、うん、
まあまあちょっと日が暮れるまで待ちましょうか。ちょうどね電気がつきましたけど、まだ明るいから実際問題はまだね何にも見えてないのかなと。この下にでかい LED が 1,2,3,4,5 ありますけど、今ちょうど今つきましたね。まああと10分15分すれば少し周りも暗くなってくるでしょう。光が多いですからね、ちょっとその感じはねちょっと映したいなと思いますし、廃山自体も見たいなと思います。やっぱりね裸眼で見てるのと全然違いますよ、迫力が。確かに3割凍ってますね。これ全面凍結ってあるんだろうかな。2月ぐらいなんですかね。そしたら全部それもそれで見てみたいですね。でちょっと時間を、ま、結構ね周りも暗くなってきまして、白色の LED が当たってる滝が結構綺麗に見えてますね。これは素晴らしい。夜のこんな感じのね喧騒の中、日が当たってるところ、奥に吊り橋もライトアップされてるんですけど、わあ綺麗ですね。すごいな。いやーこれはすごいですね。昼間とはまた白の色が全然違いますね。全くもってこれは素晴らしいですよ。上から見てもどうなんでしょうかね。これも1月の8日の日には8割方凍ってたみたいなんですけど、今年はね水量が多いからどんどん崩れちゃって、結局はそれで今この状態になってるみたいですね。またね気温の状態が変わってきたら氷の形もまた変わってくるんじゃないかなとは思うんですけど、いやー素晴らしいですね。ちょっと感動しました。他も行ってみましょうか。では。はい、じゃあね行ってきました。ちょっとね途中でトイレ行きたくなっちゃってね、上までゆっくりできなかったんですけどね、ずいぶん撮影はとか廃山自身は楽しみましたね。お恥ずかしい。闇夜に浮かぶ滝の姿素晴らしいですね。今も川沿いのところでこうやって撮ってますけど、もうあっという間すぐ暗くなっちゃいましたね。いや気温もぐっと下がって寒くなってきてですけど、その中に美しさがあるっていうのは素晴らしいことです。どうしようか、秩父も行きたくなってきましたね。こう見るとね、まあいろいろ考えながら冬の楽しみ方を模索していこうかなと思います。それでは